それでは続いていきましょう。3番目の方お願いします。エントリーナンバー3番茂木健志郎さん、曲は限界船歌。ありがとうございました。茂木さんに歌っていただきました。お疲れ様でした。歌い終えてね、ふと、息を吐きましたけれどもね、茂木さんも赤いジャケットで着ていただきましたけども、はい、これあのどなたがお選びになったんでしょう。うちの女房が、あ、奥様が選んでいただいたと、はい、もう上下真っ赤っかでね頑張っていただきましたけど、恥ずかしいんですけどね、はい、恥ずかしいんですけど、恥ずかしいですか。そんな感じには見えなかったですけど ね、歌ってる感じは ね、はい、ね、あの練習はどれぐらいなさったんでしょう。3ヶ月ぐらい。3ヶ月ぐらいですか、ね、初めてのご出場だったですけども、はい、どうでしたか自分の中では。ちょっと力が入ったかなって気がしますけども、うん、なんとかはいですね、はいはい、ではまず杉本先生から伺ってみましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、茂木さんお疲れ様でした。茂木さん別に赤いスーツ着なくても全然いいんじゃないかなありがとうございます。あのね、はい、茂木さんねすごいいい拳を持ってますよ。ありがとうございます、うん、初出場なの。はい、本当上手だね。ありがとうございます。うん、あのすごくねこうその聞きやすい、だから多分その赤いスーツっていうのは氷川きよしを意識したんだと思う。氷川きよしさんはなんかあのネズミ色の服着てますよね。あ、そう、でもあの氷川きよしの歌なんだけど、はい、あのパッて見たら氷川きよしには見えなかったんだけどさそうですね、でもなんか全体感がすごく雰囲気あって、はい、あの俺は俺なりに、はい、あ楽しい歌だなと思いました。お疲れ様でした。ありがとうございます。では続いてゲストの清水博雅さんお願いします。はい、お疲れ様でした。はい、なんかねすごくね感情が込められてるのだと、うん、節回しがすなからいいですね。拳がね、うん、あのすごくコロコロ回ってて、うん、いい歌でした。素晴らしかったです。拳それから節回しね褒めていただきましたけどね、はい、結果の楽しみにお待ちいただきたいと思います。ありがとうございました。茂木さんに歌っていただきました。